ロティバイトレンチで店長してます佐々木たくみです。トレンチでトップスタイリストをしておりますメイです。よろしくお願いします。トレンチネイル&アイラッシュでトップネイリストをしております田村かな子です。トレンチネイル&アイラッシュで店長をしておりますアイリストの橋本かなです。なんか技術だけがすごいいいっていう感じじゃなくて、うちのネイリストとかアイリストとかがすごく人としてもいいっていうので、お互い紹介し合いやすかったりとか、信頼してそれぞれのスタッフをすごい紹介し合えるのもスタッフとしてもそれがすごいありがたいですし、やっぱりお客さんをトータルで可愛くできるっていうのがうちの強みかなと思います。部屋で来たお客さんが来た時もなんか紹介しやすいというか、一応こうネイルとかアイラッシュ のデザインを置いてるんですけど、なんかお客さんパッと見たら可愛いって時に、まあ、うちこういうのやってますとかで、こうこの子 のかなこちゃんのアカウントとかかなちゃんのアカウント見せて、なんかぜひどうぞとかお互いこう紹介し合えるので、なんかお客様の中でもヘアの後にネイルとアイラッシュ予約してこの後行きますだったりとか、こう強みだなと思うので、自分たち自身もスタッフに施術をしてもらうことが多いので、まあ、その人の作るスタイルだったりとか、まあ、その人の性格とか雰囲気とかをよく知ってるので、まあ、お客様に合ったスタイリストさんを紹介とかはできるのが強いなと思います。トレンチっていうアカウントが一つありまして、それが全てヘアもネイルもアイラッシュも入っている、それの運営のアカウント管理をこの3人がしてくれてる。まあ、スタッフはそれぞれ自分のスタイルとかプライベート上げてると思うので、こっちはもう本格的にちゃんとヘアとネイルアイラッシュ上げてて、そうですね、トレンチっぽいっていう、その可愛いナチュラルで可愛いっていう、なんかあまり背伸びしすぎてない感じというか、そういうスタイル、ヘアもそうですし、ネイルとかまつげもナチュラルな感じがやっぱ多いので、バランスを見つつトレンチさはぶれずに、ネイルアイラッシュも取り方が違うので、なんかそれはスタッフみんなそれぞれどういう取り方が可愛いかみたいな常に試行錯誤しながら、トータルでインスタをパッと見た時にやっぱ可愛いってなるように、写真の撮り方とか、あと言葉の書き方とかも結構気をつけながら書いてるよね。ネイルは豊富だよね、ネタが。いつも渋滞してるんですよ。ネイルはもうあり余ってるけど、ヘアがちょっと、僕飽き性なので、そのアレンジっていう土台を作りつつ、今はパーマをしてて、結んだ時に可愛いパーマですよっていう感じでやるとお客さんがどんどん反応してくれるんで、だから自分でこうブーム作りつつ、飽きたらまた次に切り替えて、だからパーマの前はハイライトとか、耳前のハイライト結んだら可愛いですよねとか、その前だと奥襟カットとか顔周りのカットっていうので、一個一個自分でこうブームを作ってって、飽きたらやめる、こうどんどん繰り返していくと、見てくれてるお客さんが一緒についてってくれるので、だから必然的に自分もなんか新しい提案できるし、飽きたお客さんも一緒に新しいものができるので、なんか個人のブランディングとしてはそういう風にアレンジをベースに、なんかショート動画とか今流行ってきてるので、リールとかでボンってこうアレンジをいっぱい載せると、なんか参考になりますっていう DM が来たりとかもしているので、どんどんこうアレンジベースの中で自分でこういろいろやっていくっていうのが僕のブランディング戦略です。そうですね、自分のインスタグラムの投稿をで、そのインサートで保存数とか見た時に、そのワンカラーとかフレンズとかシンプルなデザインがなんかすごい多くて、保存数がそこが、まあ、なんかある意味強みなのかなって思って、 なのでワンカラーとかでも本当に何色も色味をたくさん混ぜて、他のサロンお店ではなんか簡単に真似できないような色味を作り出したくてなんかそういうのをうまく写真とか、まあ、リールだったりそういうので、そのちゃんと
お客様に伝えられるように発信できるようにそういう撮り方とかにもこだわって投稿したりしてます、うん、まつげの写真を撮る時も目のアップじゃなくて雰囲気がサロンの雰囲気というか私のスタイルっていうほどまつげはあるんですけどスタイルが分かるような雰囲気重視の写真というかを上げてで来てもらったお客さんに餅とかで帰ってきてもらえるようにというか心がけてます。なんか8ロジックっていうのがあって企画とか計画とか技術営業説明販売アフターフォロー管理って項目があって簡単に言うとどうした方がお客様の満足度が上がるかを言語化でしっかり答えを導いてあげる。今の若い子たちとか経験がないのでここのカウンセリングがこうだった方がいいんじゃないとか分からないことがあったらこうした方がいい、ああしてあげた方がいいんじゃないってこう一緒にこうフォローしてあげることによってお客様満足度がよりこう上がっていく。私がスタイリスト成り立ての時とかに同じ店舗で佐々木と働いてたんですけどまあ、クレームの口コミ何件か連続でもらったりしてたんですけどそのたんびにすぐ一番最初に声かけてくれてなんかあれって何怒られるんじゃなくてなんでそうなったと思うみたいなを聞いてくれて泣きそうになって感情が自分でどう対応したらいいか分かんなくて初めてもらった時に声かけてくれてなんかどういう施術内容やったのとかどういうカウンセリングしたのとかを毎回聞いてくれてなんか怒られるんじゃなくてあじゃあこうした方が良かったねとかカウンセリングの時じゃあこういう言い回しした方がいいかもとかカットもじゃあこういう風に意識した方がいいよとかを本当に何回かその時期しつこく本当に全部毎回教えてくれたのがめちゃくちゃ嬉しくてすごい心強くてあクレームもらってももうなんか一人で落ち込まなくても一人で落ち込まなくてもちゃんと見てくれてるしなんかスタイリストだったら上だと思ってたのでもっと上がちゃんとカバーしてくれたりとか見てくれてるのがすごい嬉しくてそれはなんか嬉しすぎて忘れてないのでなんかより言われたことをすごい常に意識できるようになったのでそれがなんかより改善して満足度上げれるのかなって思います。お客様の雰囲気とか洋服とかを見てその肌の色味だったりとか、うん、そのお客様に合ってるデザインとかカラーを提案できるようにしています。後輩の指導とかそういった面で言ったら私は今ちょっとアイリストの先輩も後輩もいないんですけど、まあ、近くで施術ネイリストがしてるので結構会話とかも聞こえるんですよ。で技術面では指導してあげられないけど言葉遣いとかは難しいと思うのでこの入ってきた耳に入ってきて気になったことは、まあ、その都度、まあ、気楽な感じで話すようにはしてますね。こういう喋り方じゃなくてもうちょっとこうした方がいいよとか聞き流さないようにはしてます一人一人のお客様と人の会話も大切にしてもうたくさんのお客様に愛されるようなネイリストになりたいです。お客さん一人一人をもうただただ大切にしてその人の人生のターニングポイントにまあ、アイラッシュの施術で関わっていきたいっていうのだけがあります。ずっと私の存在をそのお姉ちゃんとか友達感覚だったり妹感覚で思ってもらえるような美容師になりたいです。僕はもう逆に野望だらけなので一つじゃないもう5つも6つも10個もある武器のある美容師になりたいと思ってるんですいません野望かっこいいです野望だらけです